はい、さい、今回は糸満市の那代に来ています。そしてね、画面中央に映っているのが、確か今年のね、7月20何日かちょっとね、正確な日付はわからないんですがね、7月、まだ2ヶ月もね経っていないんですが、新しいホテルね、琉球ホテルリゾートっていうね、北那代ビーチにね、近い場所にホテルができたんですよ。で、まあそれはあんまり関係ないんですが、今回ね、これです。那代の石獅子、ね、南部にはね、石獅子っていうのがね、何箇所もあってね、前からね、何度もね、通っていることは多かったんですが、こうやってね、画像に収めるのがね、初めてで、石獅子を写してる感じです。最初になってるんでね、ちょっとね、軽く手を合わせて、でですね、まあね、今回このね、動画は石獅子からスタートしたんですが、この那代っていうね、地域結構ね、古い、例えば、廃所だったりね、川みたいなね、昔使われてた井戸みたいなのが結構部落に多くて、今回ね、ちょこっとこの辺の廃所巡りというか、ここをちょっと歩きながらね、何か発見したら撮影していければいいなってことで、撮影やってる感じです。でですね、まあせっかくなんで、まあ、この動画撮った後にでも琉球ホテルね、あちらも撮影できればいいなと思っています。で、まあね、発見するまでただただ歩くの、あ、沖縄っぽい感じのね、またの花の民家があったりしますね。はい、こちら ね、白髪になんて、そう、白髪の滝って言えばいいのか、ここにも配置がありますね。これは道をね、背にしてるんでね、初めて見ましたね。邪魔します。こんな感じでね、結構あっちこっちこの那代っていう地域、廃所とかそういうのをね、見ていけたらいいななんてね、思って今歩いてるんですが、まあ、さっきもね、ちょろっと言いかけたんですが、どこにね、どんなのがあるとかね、あんまり分かんないんで、何かいいポイントとか発見できるまでは、早送り再生とか編集でね、早送り倍速でね、進めたいななんて思っているんですが、一応今回の目的はチチャマグスク、ね、僕の動画でも何度かチチャマグスクっていうね、本当に謎に満ちた廃所群が並んだね、うたきがあったりする場所なんですが、そこを目指してるんですが、もしかしたらね、動画自体が長くなっちゃうかもしれないので、まあ、今回のこの動画はね、ちょうどチチャマグスクのね、入り口の方にね、チカン山っていう、チカン？カチン山か、チカン山って言ったらなんかハレンチですね、チカンじゃないです、カチン山です。カチン山っていうね、廃所がある場所があるので、そこまで行こうかなとか思ってたけど、多分歩いてあと 2,3 分ぐらいで着くんで、早送り再生なんてさせないでもいい感じで終わりそうですね。でね、ここ、あ、こちらですね、もう早かった、まあ、4分とかだからもう普通に再生してるんで、カチン山ですね、こちらが。はい、早速滝がね、出てきたんでね、僕もね、軽く手を合わせたいと思います。邪魔します。ただね、本当にね、先ほどからね、大きな道路沿いをね、歩いてたんですが、そういうね、大きな
が道路の近くにあったりするね。こういう感じでこのぐらいこう大きな中央部もが片足でねなくなっちゃってるんですが、いろいろ配所があるんでね。で裏手にもぐるりと回ったところにねあと1箇所配所があるんですけどね、フェイスブック時代に特にね紹介したことある場所なので、もしかしたらねあの時も見ましたよってね、中には見る人もいると思うんですけど、 YouTube では確か初めてだったんでね、まあ、この機会でね、これで楽です。こんな大きなね、道路の横っちょにね、急にね、あ、やっぱカチン山ですね。痴漢山って言ったらちょっとバチ当たりなこと言ってしまいましたね、すいません。はい、こちらこちらがむしろ正面みたいな感じなのかな、ね、カチン山です。カチン山ね、もともとね石垣だったと思うんですが、こちらねブロックとかでセメンで固められてて、今はどちらかというとね半分人工物みたいな感じでね置かれてる場所なんですかね。このね場所の由来というかね、目的とかね今現在と調べたんで分かんないからね何とも言えないんですが、まあおそらくここね那須色地区集落が、ね、できた時にねもともと場所なんじゃないかななんて思っています。というのも先ほど、ね、神川っていうね湧き水が、ね、あったと思うんですが、こういう湧き水がある場所っていうのはねやっぱりね生活に大切な場所なので、そういったね内部水命のね水があるところに、ね、拝む風習があったりするんでね、そういう意味でもここはねこの那須色という地域の神聖なね聖なる場所だったと思います。で8分ですよね。実際この道をね上の方多分左路線だと思うんですが、 こちらぐらいからねちょっと山に登っていくとちっちゃなブスクがあるんで、まあねこれ以上動画がなくなってもあれなんで一旦ここで終わりたいと思います。今回は糸満の那須色地区にある、那須色のね石井寺からちょこっとねいろいろ白髪ちょっと分かんないけどね白髪の滝とかね通りつつ勝山ねちょっとね街をぐらりとねお散歩する動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたねー、バイバーイ。